実は僕半年前ぐらいから、この一つのねフィルムカメラがすごく欲しくて、ネットとかにもね売ってないぐらい希少なやつで、今日がですねバンクーバーの方で1年に1回ある、フィルムカメラの、展示販売があります。ちょっと今回出会えたらなということで、バンクーバー今向かっております。ちょっと朝お腹すいたね、まだ7時やけん、ちょっとスタバに行ってコーヒーと朝ごはんを買いに行きたいと思います。ショッピング楽しもう。わあ、そうしようぜ。ショッピング楽しもうぜ。ギャンの言うとるやん。うんま。太陽出てきた。おはようございます。おはようございます。あと朝ごはんにこれ買いました。ハムとスイスチーズの、モーニングサンドイッチです。いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ半解凍だねこれ。めっちゃ冷たくない？半分凍っとるっちゃけど。嘘やろ。到着しました。道やばい、開いてるぜ。フィルムカメラマーケットです。バンクーバーでは1年に1回しか開催してない、マーケットで、すごくレアな、カメラたちが出揃うので、ネットでねどう頑張ってお入手できなかった僕が探してる伝説のカメラあることを願って、嘘でしょ。あったやばい、あった。Please have a look at this.君だね。
これだ。昔のスクールレンズ。ノースタイプ。ちょっとね、夢のカメラ、なんと80ドルで売ってくれるみたい。ネット12万するけんね、これもうやばい、もうめっちゃ今テンション上がってる。来てよかった、ね、やばい。しかもここ、こんだけ探して1台だけやけんね。即決したいと思います。即決。Thank you. Thank you so much. Appreciate it. もう言葉にできません。こちらが今日買ったエディクサリフレックスでございます。もうね、このカメラね、もう話せばねキリがないんですけど、このカメラのね個性的なところが、普通カメラってこうやん、うん、このカメラそうじゃないんですよ。見てください、こう押すと、そして、うお、やばくないこれ。エンモウェイストレベルビューファインダーって言って、もともと背が高い人よりね、こうしゃがんで撮らないでいいように、こうやってね撮るように、ここにウェイストレベルついてます。フォーカスとかも全てマニュアルなので、ちょっとね楽しい撮影ができそうです。あ、めっちゃかっこいい。でシャッターがこんな感じです。おかっこよ。それでは新しい相棒、めっちゃいい感じなので、続いてショッピング行きたいと思います。ショッピング行くぞ。レッツゴー、行きましょう。いやマジ久しぶりモール来たね。カナダ来てから結構静かなとこしか行ってないけん ね。これ唯一バンクーバーでユニクロとかがあるんで、いろいろねショッピングしていきたいと思います。楽しみ。無印には、化粧水と美乳液買いに来ました。あったあったあった、来た来た来た。懐かしい買いでしたね。え、めっちゃ違和感なしで日本語思いっきり読めたけど日本語やんね、思ったよ。マジや。いつも使ってるニコです。高保湿タイプ。44ドル58センス。早く言ってくださいよ、15% オフした。できますか、ね、欲しいですか。あ、できます。手間かかりますけど、まあ、ここだけの話。まあ、税金分がなくなるぐらい。わー、すごい、ありがとうございます。お願いします。お姉ちゃんに言わないけど。そんなん言いませんよ。クビになるね。ありました、ありがとうございました。また、はい、元気で、ま、日本人の方でバンクーバーいる方は、無印日本人割引 15% オフでございます。ユニクロ来ました。服買います。ん、ちょっとウルトラライトダウン見よう。見ようぜ。どうですかね、黄色結構嫌ないこれ。あ、いい感じ、いいよね。あ、めっちゃいい。でも本当に黄色いね。おしゃれ完璧やないけん、ウルトラ、ウルトラ。お、いっちゃない？このくらいサイズ。あ、めっちゃちょうどいいやん。このくらい来たらね。はい、ショッピング無事終わりました。いや、
いい服買ったね。いやもういっぱい買った。いっぱい買いました。そろそろお昼時なのでちょっとお昼ご飯買いに行きます。何食べる？ドーナツ。ドーナツ。ラズベリージェリードーナツ買いました。ラズベリージャムがいっぱい入った、シュークリームみたいな感じです。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまいや。めっちゃうまっ。ちょっと待って、マジでうまい。このラズベリージャム、ラズベリーの再現度10。So good donut, really good. Thank you. めっちゃうまかった。カナダに来て絶対ナンバーワンのドーナツでした。美味しすぎん？めっちゃうまかった。